はい、久々にですね、焚き火台を、買いました。ベルモントですね。ベルモント、新潟の、三条市にあるベルモントの、焚き火台、タビって言うんですね。BM263。これが、1月に、発売のリリースが出て、で、私はですね、楽天で予約したんですよね。で、3月にこれ、もう発売になるっていう予定だったんですが、ちょっとまあ、いろんな諸事情だと思うんですけどね、1ヶ月ほど、発売自身が遅れて、昨日届きましたね、これね。で、昨日リモートワーク、だったんですが、まあ、リモートワーク、午前中、昼前に、ちょっとテレビ会議があったんですよね。で、その時に来たらまずいなと思ったんですよね。午後、届きましたので、無事、受け取ることができたということで、ちょっと開けてみますよ。もうえらい軽いですね、これね。で、中は、ここなんか専用の袋が入ってるってことですね。これペラ1ですね。んで、なんかね、見なくても分かるよ、これね。で、足が3本。足3本ね。で、上のこの、まあ、5、6みたいなですね。それと、この横の壁か。これ開けるか。これは、選んだ理由はですね、一つは、大きな、コンパクトで、軽くて、で、かつまあ、そこそこの薪がですね、普通売られてる薪が、まあ、乗せられるやつないかなと思ったら、ちょっとこれに行き着いたんですね。で、なんだってこれチタンですよ、チタン。で、チタンで、これ、ん？これ2枚だよね。わあ、くっついてるか。わあ、薄いよ、これ。薄いわ。あれ、それ取れない。ついてんじゃん。ん？この、ちょっと、これ定期利用、これ。うわぁ。カリカリ。まあ、鋭角のところはカットされてるんで、ま、あの、ちょっとここはあれですよね。まあ、その他はちょっと、角丸にしてるんで、そんなに、手を切ることはないかなとかですね。で、これ、多分こうじゃね。ん？こうね。多分こうだよな。これを、もう単にこれや、こうや、こうやるだよね。もうこうか。よしよし。胴体を塗って、側面が合うように、パコッと合ってる？パコッとね。パコッとね。で、この3本の、この足をつけるのね。で、ん？あ、こうなるから、こう、かな。こうか。ちょっとなんか表裏が、あ、一応表裏があるはずだね、これね。こう、多分こうだろうな。あ、結構。端っこから、ちょっとノーカットでお届けしますからね。どうやるんだこれ。端っこ、これどうなのこれ。ちょっと待って。この、で、下に、あ、外からはまる。下。もう立ってなくて、こうはめるだけですよね。よいしょよいしょ。ちょっと、これ、でも、ちょっと怖いね。怖いね。曲がり癖も何もついてないから、まだ。こうね。ああ、簡単、簡単、簡単。こう自然にこうしなるから、こう来るんですね。
こっち真ん中で通るんだろうな、順番にね。よし、はい、ここが、あ、漏れてたよ。簡単ですよ、これね。え、これ、これどこにこれロックされました？足がこれ、多分ちょっと違うね。え、これ、このままなのか？とっかかりにつける足は、この、ん？側面はこの部分が交互に立ち上がる。側面は交互に立ち上がるということは、これやり方が違うね。これ、違うね。え？交互に立ち上がる。あ、こうじゃないよ、これ。ちょっと間違ってるよ。ですね。これなんか意外にこれ合ってるようで、これ違うんですね。交互に下が立ち上がるそうなんで、あ、これこの、あー、ちゃんと読めって話だね。だからこれ全然こういうふうにこう綺麗にこう力がいる方向じゃなくって、もう普通にこうなんだね。なるほど。なるほど、なるほど。うん。普通にこうなんだ。え？そうなんだ。これ本当にこれ、力入れないよ、これ。強化でちょっと、ここの、ちょっと、ここの切り先にちゃんと入れないといけないんだよ。お互いにね。パカって。パカってちょっと入れて、こうか。うん。はいはいはい、あ、これ V になるんだね、単に。あ、でもこれでちょっと力入るんだ。あ、なるほど。あ、こういうことかな。あ、わかったわかったわかった。カメラは AS50で、50で、首にぶら下げて撮ってますんで、ちょっと揺れますけどね。これいつもね、キャンプでやってるやり方ですから。よくある、レビューは、こういったレビューは、カメラ固定して、なんか撮ってますけど、面白くないですからね。こうね、パカッと揺れて、これ正解ね。これが互いにこう、なるようにって書いてますね。あ、ということで、足がぐらつかないですね。ここにこう、出っ張るから。出っ張る足が、こう、それぞれの板が、こういうふうに互い違いに出っ張るので、この足がこうぐらつかないっていう構造なんだ。ああ、考えられてんな。考えられてんな、これ。ちっちゃいな。んで、横の、こいつね。横の、これはちょっと一番最初。これもなんか、引っ張って。これだけですね。で、こうか。あ、この突起がちょうどここに合うんだよ、これね。あ、なるほど、なるほど。はいはいはい。はい。そうね。はいはい。出来上がりですよ、出来上がり。ベルモントの、焚き火台新作のやつ。タビね、タビ。もうこんな感じですよ。サイズは。なるほど。で、今、
緊急事態宣言で、キャンプ行けませんからね。ちょっと、庭でもあればこれでちょっとすぐにやりたいぐらいですけどね。で、これがいいなと思ったのは、こいつをこう外すと、薪がですね、こういうふうにこう入れられるんですよね。そうすると、普通なんかコンパクトにして、ナタとか斧でちょっと切ったりとかコンパクトにしないと入らないタイプ多いですけども、これはこのままズボッとこう入れられるというのがちょっといいなと思ってこれにしたんですよね。リズモのスノーピークの焚き火台の M、あれを愛用してるんですけども、もう最近ですね、食べたりするのだけでも一生懸命というか、集中して焚き火なんかする暇なくてですね、持って行ってるのに、ほぼ、もう、8、9割方持って行ってるだけで、使ってないっていう状況があってですね、で使わないなら、クソ重いの持って行ったらですね、もったいないなと思って、こいつをちょっと買ってみたと。で、今年もういけるかいけないかはちょっとわかんなくなってきましたけども、下の子とですね、北海道タンデムキャンプツーリング行こうと思ってますんで、まあその時に、使うか使わないかわからないけども、あると使いたくなるっていうかですね、言ったもんはないかなと思って、ちょっとこれにたどり着いたということで、ベルモントの、こっち、旅ですね、旅ね。イメージ図があります、イメージ図がね。ここ長いやつ。長いやつをズボズボッと入れられますよ、と。おお、このなんか PR が良かったんですよね。で、かといって、今更ピコグリルっちゅうわけにはちょっと行かなくてですね。まあ、あれはちょっと、なんかちょっとこう、ね、コンパクトになっていいなと思いますけども、あれもいっぱいの皆さん使ってますからね。ピコグリルもどきもたくさんあって。やっぱり個性があれさ、いいですもんね、個性がね。何より、このチタンっていうのはちょっと、おっさん的には、ちょっとビビってきたって感じですかね。チタニウムと、ステンレスですね。こういったところは。で、耐火がですね、耐火銃が15キロ。網自身は3キロと。50キロ。まあまあだな。まあ基本的にここで、まあ、ヤギヤギ自身は、B6 とかいったところでやりますんで、ここでヤギヤギっちゃ、あるかな。もう、まあ、焚き火専用のつもりですけどね。そのうちなんかいろいろ焼きたくなるんですよね。で、チタンなんで、普通、ここいい、こう、なんですかね、焼け具合とか、楽しめるんですけどね。チタンのマフラーとか一緒ですけどね。でも、これは焚き火台の焚き、あの、薪のすすとかついて、そういう色とかは多分楽しめないですね。あっという間に真っ黒くなっちゃって、なんか普通の汚い、焚き火台だなって多分なっちゃうんですよ、これ。なるほどですね。で、重量は、これ、一式で、423g ですよ。スノーピークの焚き火台 M があれでもう、3キロぐらいありますもんね、あれね。これなかなかいいんですか、これ。ちょっとなんかいけないので、ちょっとオブジェでい、い、あの部屋に飾っとこうかな。ちょっとこう抜いて、こんな感じでしょ、こんな感じね。で、こうなってます。で、この下から、この天地がこうないので、今までは、スノーピークの焚き火台はプレート、専用のプレートを使ってたんですが、こいつの場合は、プレートまたあれだけでこれより重いプレートを持っていくわけにいかないので、望遠の、マットですね、一太郎さんとかも使われてる、あれをちょっと、良さげなやつを、買って、で、ちょっと持っていくと。
いう作戦ですね。これね、いつ使えるのかなっていうか、来月、ちょっととりあえず、あれですね、コロナの、自粛が解除になるかな？なるかなって感じですかね。なったら、ちょっとどっか、焚き火キャンプですね。まあちょっとソロで焚き火キャンプなど、ちょっと行って、ちょっと試してみたいなと思います。まあということで、単なるあれですね。開封の儀ですよ、これね。はい。ベルモントの焚き火台旅の、開封と、組み立ての、動画でした。以上です。